メッセンジャー,ジャー、えー、新年明けましておめでとうございます。メッセンジャー黒田です。メッセンジャーアヒルです。きました。おめでとうございます。梅山あかねです。まああの年末年始もまあ毎年出ますけど、あっという間に過ぎ去りましたけども、うん、なんか、えーえー、我々まあだけじゃなくてに日本国全会全。 でまあ、あのー、1月1日から大地震が来るなんてことは、ね、予測もしなかったことですよね。まあまあ油断というかね、それは地震って、時を選べゃないか当たり前やけども、も、ね、1>, 1月1日のね、もう昼間にまたね、あれ、夕方ぐらいですかね、夕方ですね、えー、僕はあの淡路島のほうに入ってたんですけど、うん、ちょうど、あのー、前のばあちゃんの家で<う>あで、のー、集まってご飯食べたんですよ。<ー> まあ十人ぐらいまあ俺は赤の他人やねんけどもそこはみんな両親の友達その淡路島の人たちと溶け込んでねみんなあのみんなは血液関係で俺だけ赤の他人でまあ俺はもうてたと言われて木造なんですよえげつない揺れでしたね本当にあののうんちょっと。 寄ってんんのかなみたいなみここ大いや僕あの、まあ、言うたらマンションなんでね、耐震、耐震だから逆に揺れ,る揺れるんですけど、淡、ね、島の人ってやっぱりあの阪神大震災の、ね、あ,<ー>あの思いがあるから、ちょっとやっぱり淡路大震災が、ね、あったのと、まあ、あと、まあ、津波っていうのもね、考えなければ<回>波の降っちゃった、まあ、あのただ、すごいあれでしょでしょ。あの 津波警報がもうたいあの日本海側全部やってたでしょ、うんまあ、幸いなことにね粟島の方はもう関係なかった、うん、津波には関係なかったですけどももうというとすごい。 すごい揺れやってね、本当に、もう一気にこう正月空気って<う>やってる場合ちゃうやん <laughs> う、ね、みたいな感じ。いやめや,いや、まあ、皆さん先あイエルウッドみたいにあの経験されてる方多いんで安心は,いはい、はい、大事な。だから地震に関しての、まあ、あまあ備えもあるけども恐怖心も大きいわけですよ。うん、だからみんながばあっと立ち上がって。うん、今回の地震中のはそのい,いわゆる低層階にすごく響く地震やったや、ね、みたいな話してましたね,ね。でまだ、あね、全然あっちの方のね、北陸の方なんかは全然復興もされてない状態。 もう気の毒としか言わないからね、はい、ただもうやっぱりすごいねあのやっぱ皆さんがこうこうなんて言うんだう慌てくためことでいっぱいいる。 去,去年かぐらいにも大きい地震あったんですね、あの辺ってね、5ぐらいの地震。ただもうそれね、対岸の火事でも全くなくて、はい、いつ何時我われわれがその被災するかってこともわからないわけだテレビ買い替えてさ、うん、その大きいテレビを子供部屋に持っていたんよ。で、前、まあ、言うたら、ちょっと不安定なと所で、はい、大きいテレビ見てたから、やっぱ次の日にすぐ下に貼るシールみたいなのをやっぱ買いに行かんと、怖いよね、あいね,ね。だからまだ復興のね、めども立てない状態ですし。 やっぱりあの火事も起きたみたいですしその辺も我々ができることというのはねあの、まあ、知れてるけども何もやらないよりかは何か一つとということで今は寄付って言いますねあの急に慌てふためいていったって迷惑になる、うん、だからあの阪神・淡路大震災もありましたしその前には東日本大震災もあってただその、まあ、用途用途によってそのまあ いいる物資ってううのはまず違うんですようう、ねうん、だからあの時は毛布やったから毛布がいっぱいいるだとか言うてるけどもそれを運ぶ今手段がないのでえとりあえずまあでとはいえその。 1>, 1日ぐらいでなんとかなるもんじゃないわけだから、はい、この1年、2年た,かた経って初めてとていうこともあるかもしれないで、ね、うん、その間にそのできることっていうのがあるんでね、皆さん。それはまず一つですよね。ただ、もう一個多いとかなんか、こういう時にね、本当にあのクソみたいなやつがおって、ね、SNS でいらん、いろんな拡散し詐欺にするやつもおるし、火事場泥棒ね。 あの、鈴木人間も出てくんな、た、確かですよ、よ我々われわれも。僕らの、あの、阪神淡路大震災の時も。実際、そういうこともあったし。たただから、あの、むやみやたらに、こう、なんていうかね、あの、まあ、駆けつけて、ボランティアっていうのもあるんやけども。それによって、その、交通機関が麻痺するっていうのも言われてるし。はい、いや、だから、あの、うん、読売テレビの人が言ってたんですけど、やっぱ、奥に行けないんだ。いや、そで一回入った、もなかなか出てこられんから。うん、もう、普通の人は、今よりね。ねり行かいいっ,っ,いっちゃって、そう、で、自分たちが、また、それでショック、しょ。 あのね あの食べるもんがないって言ったら、もう本末転倒になっちゃうけこういう時にやっぱり自衛隊であるとか、消防士の方々っていうのは、やっぱりそあのよくね、ねあの自衛隊なんか叩かれること多いかもしれないですけども、やっぱりこういう時って、普段訓練されてる方とかがかな、れう潰れた瓦礫の中とかでも、もう,うそのレスキュー隊の方でもそうですし、うん、そういう方々っていうのがいてかはってこそねあの、助かる命もあると思いますので、でその後にまたな、ジャルがな、ああ あれもそんなもうかれこれ我々の記憶で言ったらそんな大きな事故って最近なかったもんね日本の飛行機ではんか何か悪いことしたんかいう怖いのがさ石川県の能登でもさ行く可能性があるや関西やからちょっと正月行こうかとかで一世羽田にしても乗ってる可能性が割とないわけじゃない路線やからあれ想像したら。 しかもその羽田なんて、もうあんなかい離発着がもうすごい、まあ、日本で一番多いとこやと言われてるんでね、そこでまあど、まあ、今から解明されていかなあかんのですけどもねもうこれ、ほんまに減税なんて言うてる場合じゃなくなりましたね、ーーうん、ねいろいろ変わりますからね。いや本当にまたその あけ減税あ増税な今ね、岸田さん、減税やるけども、そんなや、ねや、減税云々とかよりかは、もうとりあえず今ある、あのできることと、うん、やっぱり国に任せなあはんか当たり前の人命が一番ですしね、そのへも考えてくれな、困るなと思うけども、な、うんかバタバタしたら、そうやったら正月やったね、なんかね。1日だからなんか、わーってもうん、なんかね。 なんかと日うなんってね。早めにみたいな感じでしたよ、テレビもそうなったし、我々の吉本だけというか、の笑い会で言いますと、12月の29日に、坂田首相がお亡くなりになられて、僕らなんかでも結構可愛がっていただいた方で、やっぱり昭和を代表する万歳師の一人ですから。吉本といえばの中の5本の指で絶対入る人やね。日本全国での坂田 と言ったらもうあの方がもう代名詞というかなってらっしゃいましたから、はい、強烈な個性でしたね僕も今日はあの青島から帰ってきて、早速ね、あのお葬式のお通夜、ね、行けなかったんで、んお葬式のほ行かせていただいたけど、いろんなね、所先輩方とか後輩も来ておりまして、うんうん、あの、坂田首相らしいなとも思ったのは、その、えっ、ー、と。 おお経以外はずっとアホの坂田が流れてるんです,よ、ねえーえー、すごい。お経以外はずっとアホの坂田っていうのが流れてる。あのシモレーターテートとしてだけど、ばモシが妹さん、妹さんら僕は初めてお会いさせてもらんだけども。あまあまあそういうで、ね、まあ、で遺族の移行あるんでしょうね。えー、それがね <laughs> 楽しんでもらおうというか、ねね。まあ坂田氏をねご生前の時のあのね家がぽんと大きくあって、まあその横に。 アホの坂田の衣装が飾ってあってねだからなんか、ね、面白いというかね坂田首相らしい最後っていうかね形やったなと思ってますまあ83なんでくしくもうちの母親と同じ年に なかなかいつまでも人間中は生きられるからね結局、100歳まで、120まで、よくあの向川さんが120まで生きるって言うけど、どね、120まで生きる生き、生きた方が本当にいいのか分、うん、かんないです。分かだからその人がね、まあ、太く短くというか、まあ業績っていうのが大きいんでそこで言うたら吉本興業の坂田敏夫師匠というのは、われわれからするとね、あのすごいこう業績上げていただいたなと思うすごい偉大ですけど、すごく、ねうん、短い、そうそうそう。えー ですから。そう。もうす,すぐそこにいてはる<う>、えー、僕なんか家近かったんでね独身も僕長かったんで <laughs> 結構クリスマスイブはもう今から10年ほど前は毎年一緒にご一緒させてもらってます関西アローン会やそうそうそう<ー>本当に本当に <laughs> <で> <laughs> そこにあの児玉響の響翔も入ってらしてあ結構で響翔とご一緒ちゃたことないんだけど響翔 <laughs> とはもう毎日晩ご飯を食べてはって響翔、ね、が結婚し,し俺が結婚しっていうね、はい、その後坂田匠行きはるかなと思ったら。 硬くなにか、そこは、まあ、まあそういうことで、なんか僕らからすると、もう年末年始っていうのは、ばばばばっと、なんかそういうことがあって、素直にすべて喜べない、悲しいけどね、おめでとうございますっていうテンションでは、なかなかなかったのがね、たつ年やからね、やっぱり皆さん、いろいろ年賀状にも書いてくれと、飛躍の年というかね、上り流というか、そういうことを思われてる方も多いかもしれません。ただね正月すべて あれじゃないからねこれからねこれからですよこれからいろいろ考えていかないといかなあかんすわなんかありますやん相原さん毎年毎年今年の抱負はみたいなかあのテーマにしてますよあれでやりはるんでしょいつもちゃうの子供ら集めてをいやありますよだから今年のテーマそれをさっき言うときましょうかだーマ。これこれなうちは昭和の家ですから言うたらその家風みたいなの残ってますからもう年末年始はもう下着。 とかね。<laughs> <laughs> 去年なんか。も,もちろん、もちろん、あの綺麗に、も新しいのを買える。これは、まあ、普通の、他のね、家族でやるわーって、うちと。やらないわ。俺、それ、全く知らんないよ<ろ>。私もないです。全くないです。 ちょっと待って黒田さんとかはまあええやんかなんでええにええことないやない黒田さんとかだけはまあもうそれはさねそれはお前タッチしても鬼になれへんみたいないや違う違うそのやっぱり33年ぐらいになりますから事情を知り尽くしてるとそんなことないんけもうそこはまあまあお前うちになめんないうちはあのおかんはもう1年の刑は元旦にあるっていう昭和の人った昭和の人やったから 絶対に白味噌だけは高いのに、増員の白味噌だけはびっくりするぐらい高いの <laughs>。普段はそういうちょっと薄く伸ばして。誰が薄く伸ばる？わかりませんけど、<お>ま、ま、うちのまあ特におじいちゃん<で>おばあちゃん<だ>って明治の人やからか、やから、<ー>当時奮闘しちゃったんちゃうかそんな。うちのおじいちゃんは銀狐と言われるぐらい。いやねえ、それ銀ぎつね。 ハイカラなおじいちゃん誰が,誰が言うてたや,ってるいやそう銀狐と言われてたん誰が言うてて銀の着流しでねキツネがえっていうのが <laughs> 銀の着流しであのー、首からカメラをね <laughs> <ー>下げて歩くようなハイカラなおじいさんだったんですでもヤクルト飲みは飲み飲んだらこんやろ勝手に,勝手に何飲んでんのお前 <laughs> <laughs> セコいか銀ぎつね。俺去年銀で買ったやつだな。じギ銀ぎつでセコいかって。孫がヤクルト飲んでるだけですもん。銀ぎでは自分の腸のなんかでき悪いことによって生き方を変えたやつ。まあこうやって当時はそういうのあってんだ。だから正月三日間らね。そういう例えば一日おとそう飲む。ないな。じゃもう子供でもですよ。 おちょこでやってちょっと口つけなさいって言って飲む3日間は新しい下着をつける3日間は3枚分いるの初めて聞きました靴下もそうパンツもそう下着もそうで何たパジャマもそう年末買った新しい靴新しい服は初詣に着ていくへえ

でも、まあ、言うて銀意味は言うてましたけどやっぱうちは武士の家系だからううね <laughs> 落ちぶれた家に隠す限って絶対言うねんこう見えてうちは武士やこれ <laughs> な必ず言うんですよ <laughs> で絶対武士なんかおりそうにないような町におんねん出身は <laughs> ぜどう考えてもこれ畑ばっかですから <laughs> 俺分かるけど、まあ、それがよう言うてはったんでおばあちゃんは福島県の 8人兄弟の下から2番目やったから田舎で大変やったんですよ。うんうん、でお金持ちについでそういう風習やっていうのを多分すごい喜んでたよね。えー、こういうことができるってこと,てことだから孫の僕とかにもやって僕も、まあ、その相原家の長男なんですよね、はい、今は、まあ、そこでまあ子供たちにもまあその子やらはそのや相原は武士の出会いは信じてるんですか、うんまあ、うんやっっぱちょっと <laughs> 若干さおしゃべりで <laughs> ケレン味はあってもな<い>こう上品な香りはないよねやっぱし<い>そのんケレン味はあると思うない,ないって,てんのか悲しいぞ。<laughs> 俺も素性を調べたことがないかもしれんけどこれが嘘やった時銀蜜でどうなってんねんってどんなふうなお前って言うの大体あの相原っていうのって武士の文字じゃないもん分かないなかあんな珍しい字で珍しい字であれはないぞでもあると地の豪商ではないかもしれない何で上から言いたいねんお前ええねん 落と、まあ、そうで口つけてやっぱり念頭においてのねやっぱり目標って俺はもう言わされてたのよねお,<ー>お正月になったらあ、それは、ね、まま僕ら母親がの集まってあの親戚以上集まった時にはあったわいいな。うんうん多 たまつじゃゃ偉そおかんは言えへん言えへんかおかんは言えへんその兄貴らもうおかんが年取ってからみんな集まった孫もできるやんかほな一応ね高校生とか中学生の頃らがたって今年は学校でどうなりたいとかそれは言うたことあるけどその言うてないおもうこの年になったい梅山さんも一応さまあまあある程度さちゃんと学もあって大事に育てられた家系で言うねんとそういうのはなかったんか親戚が集まった時はありましたそれこそあかね目標はと はい、みんななそううよだって親戚が集まって言わされるやったらその親戚の人の方が何かなんま偉そうに言えんやないか <laughs> そんな言い方ではないですけどあの「正座して明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします今年の目標は?」って言われて例えば「テスト100点取ることです」みたいな言ってようやくお年玉がもらえるみたいな。学生時代ですっていうのはありました大人になってからやっぱりありませんが発散とかなんて一家子供さなんです そんなことやる時代がもう今の時代じゃないんかもしれんなんあのそれは時代に流されていいとことさ、ね、やっぱりそういう大事なものを引き継いでいかなあかんまあうちはうちのやり方があるし発散は発散地のやり方があるから、うん、そ,そこは口は出すつもりはないけども子供さんにいらっしゃってね、うん、奥さんをおって、うん、まあ平和な家庭を築いて おるならばですよまあ今年の目標なんか「えちょっとお兄ちゃん言うてみ」なんて言える段々もないのかなと <laughs> 想像をしてしまうよね <laughs> 発散の言い方で「<laughs> ない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 下着もないないないあれへあれへなんな」って言ったら下着さえもこれ用意してくれへんのかなとか言わんとあかんのかなとか, <laughs> か<ら>お正月にやってほしいっていう意思がないんじゃないの ある。新しい、俺別に、新しさはもう、ええや、や俺、それやったとしも、あんまり、あの、きいな、まあ、そうって、きいなんかなれへんか。た、例えば、その、そういう風習がなかって、例えば、奥さんが、うちがそうしてたから。新しい下着と、新しい、まあ、靴下、まあ、お正月三日分、これ置いとくねって言って、嫌な気持ちはしないじゃない。うん、うん、あ、むしろ、むしろちゃん。むしろ、ありがとうちゃん。そうですね。来年からもやってくれちゃう。 ほらほらいいいなと思まほらだからん俺は口調が変なんだけで変なこと言うてないんだよら 偉そう <laughs> 何がしたやたらしい言うのが本心なんじゃないですか意外と実家もそうやったらしいですこれはまあありがたいことあ<ー>なんだ、ま、実家もそれやったらそれはわかるけど、うん、だから例えばあかねちゃんとかあかねちゃんとかない梅山ちゃんとかはもう言われていいな言ってるけど <laughs>、はい、ほんまに思うか旦那がお前なんで俺をしたら聞かうねんみたいなこの綾原みたいにや、ね、<laughs> めっちゃ偉そうじゃない起こっ,って去年ネタ言っとったよね去年は去年は子供が お風呂入ったそれこれもう置いとくね3日もね靴下のこれ初日のやつなって言ってあれやもな嫁さんの親の代からそれやもんなそうそうでまあ俺がお風呂入ったねあおいおいパーツは下着はえ自分で買う言うてなかったってなった時にジム・ゴンイク覚えてるね覚えてる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 であの いつからやと。いつからやと。買うなお前や。いつからそんな風習なの。<laughs> 風習すっけやな。お前 <laughs> ええね風習わかりやね。もってたの買ってもらっていくらなんでもさ、それ自分の <laughs> まあヒートテックぐらいはさ、はい、それ買うよ。 買うでってそういう推しものになるけど例えばヒートテックを買うだとか、うん、靴下を買うだっていうのはたまにあるんですあ,<ー>まあなんかこういうちょっと熱い靴下が欲しいなとかいうのはユニクロ行ったついでにまあ,あ,あ,まあ買ったりもするけどそのパンツを自分で買うなんていうことを今まで一回もしたことがない,ない結婚して24年間なんてん回も自分で下着を買ったことがないにもかかわらずですよ。自分で買ったったてこう 言うたときに、くそ、ここのかと。ここかと。いや、だめ。ごめんねって終わった話やんか。勘違いでもええね。勘違いでも、あ、そういうふうに思ってた、ごめんねって言えば、まあまあ栄養やけど。言ってなかったで、こう投げられたパスを。じゃ、あこのボールどうしたらいいの。言うてないし。結局俺ら、前の中伸びたパンツ、は、はいたまま帰いと そんな伸びてへんけど、ね、まあまあなるわな <laughs>、うん、使い方が荒いからさ知らんねですかちゃんと使えや法的でも、ね、そんな荒くないでしょでまあ1日にまあね,ねやろ俺はもうその5分ぐらいは「ふてね」でしたで次の朝はもう朝から「いいように走ってましたよ。正月 <laughs> <laughs> からやってて、ね、ありがとう」みたいな感じで。<laughs> <laughs> 今年は OK やともうそれはもう12月早々に勝ってたから忘れないようにでまあ念頭においてまあ目標立てるのかっまあまあ次男はねもう受験やからとりあえず頑張ります次中学校あ中学校か中学校の入学中学受験でやってお兄ちゃんは高校生だから野球頑張るって言ってた。 もう口調はちょっと長嶋入ってるな気持ちはねまあまあまあバットはなもうそのフリーバースだよで嫁は嫁でほんまあんま言ってなかったけど去年さちょっと不整脈でああ今多いみたいそうでちょっと救急車呼んだりして救急車呼んだりして結構大変やったからでもうちょっと健康やあれ不整脈何でなの原因わかるんですか あれね、まあまあほとんど辛労やと思うんはその次男の受験のそんなに大変なで,でまあ心配もあるやんか、うん、でまあその48っていういろいろね、えーまあ、体の変調が来る年でもあるし、うん、でお酒を飲みに行ってた、うん、で急いで電車に駆け上がった、うん、電車にもう帰りにまあ近,あ近かったから一駅やったから電車に乗ろうとした時に、うん、ああもうちょっとあも,うもう行ってまうわっていうのでエスカレーターをパッパッと、うん。 早足で歩いたんよんほんなら電車に乗ったらこう「あれちょっと心臓が痛いわ」ってうーってなってあ<ー>まあ一回家に通じたけど、まあ、こう調べるやんか。な、はいまあ、20分経っても収まれへんかったらすぐ救急車呼んでくださいっていうので救急車呼んだりして<ー>それがもう年末やったからでまあとりあえずもう。うん 体の検査をちょっとしっかりしようか心臓ってどうやって調べんやろな俺ちょっといやそういうありますそういう専門的な大腸と言いやったけどそれ以外やってないな何にもないのに調べようかっていう人はあんまりいてないやっぱりそのぐっと心臓が痛いとか不整脈の人ってよう聞くよねんかへえ別に奥さんタバコ吸わへんやろ関係ないタバコ吸ってないですだからまあタバコ関係ないの いやたバコはあるって言ってましたけどこれっていう原因がやっぱりわからないしそこから進行する恐れもあるって言うてたから体のことを気をつけたいわ検査行きたいわって言ってて俺もとりあえずねはっきり言標は健康や」んか病気の総合健康やっていうのでわっと終わったんやけど本当はちょっとちゃうかってな俺は。 健康って言うて逃げたってことかいやまあ健康は健康やったんやけどもっともっとはっきりした目標はあったる今年もこうなるっていう目標今年も今年は去年はそうなってたんやそうで今年もこれを継続するっていう目標をほんまはあってんでも健康というくくりでしてて健康の中に入ってんねんお前下ネタちゃうんか違う 違う、それ違う去年初めて克服して、<何>これを、えー、水虫か正解 <laughs> 克服したってどう黒田さんはこう見えてもあのー、人のね、はい、行動を見てますから見てないよ俺は5月ぐらいから靴を履くのをやめたんです <laughs> いてま梅雨の時やでも揺れるからさビチャビチャに来てる場合ちゃうからビチャビチャに来てる場合ちゃうから5月あたりから正直言って靴を履くのやめてたそれは通気性がいいから通気性がから靴下は履いてますけど3年ぐらい前から完治したって言ってましたそうそれはまあホンマ嘘っついて で初めてでももうなほんなに毎年薬買うのとか嫌やな買ってたんかってた思ってたけど去年はその作戦で初めてほんまになれんかったそれはやらその薬箱の中に水湖の薬入れてるんですかいや俺の引き出しみんなにバレるよにスリッパ俺だけ敬遠されるとか嫌や嫌やから 嫌やけど去年はその作戦でやったから今年もその新しいスリッパ買って5月ぐらいが4月ぐらいかなあったかかったら、はい、もうそれからもうこう。 スリッパでもちょっとおしゃれスリッパやね通気性にしてトイレのスリッパみたいな感じじゃないそんなもんであるからでたまるかお前ラかんかンんかンかロん言われてそれをほんま今年も目標に掲げてたんです実はね大きな目標やったんです実はまあずっと嘘ついてるしなあのごめんなさいねしんどかったもう聞かんといててほからちょっとにってみって言うたんはほんまに言われたらやばかったんやあれはでもね正直賭けやったね あよくね、これでね、たうん、いや治った完、うん、治,っで治った感知したんですと完治、うん、してへんって言ったら水虫は完治しにくいよって言ったら、うん、あの独特の匂いがあるよ、ねうんやね水虫には、うん、だからちょっと匂って,ってえ私も去年言われましたもんでも匂ってへんやろ匂っ,ってないです。だ誰も匂いえへんねんて、はい、でもあれ実は「匂ってみ」っていうロシアンルーレットやけどロシアンルーレットの,あの拳銃の中には全部実はま詰まとって。<laughs> <laughs> もう、いついていっても発方。これは、この賭けは、もう、くって言われても、価値やし。腐ないは、でも、価値。かれ。もく腐って言われても、まあ、これ笑いとして、まあ、まあ、価値や。で、全然腐ないって言っても、これは、俺の価値や。んだから、こ、この賭けは、良かったんです。よ良くないわ。だから、もう、あの、じのこともね、別に、まあ、か、かんした。 で、じてくはかんじはするの。自は感じします。で、まあ、それで嘘やろって言ったら、一回の、見てみるか。誰が見る。っていうことになる。この、この価値はあるということで、治った。治りました。ちょっと、まあ、あの、寝不足とかね。ちょっと寝不足関係ない。まず、水、水じゃ関係ないです寝不足関係ない。あのお尻の。お尻は寝不足とかあります。体調が悪い時は、こう。 ずくずくえじゃあ「つずくづく」「通風」でしょう通風。通風はもう完治しましたけどね <laughs> ね水虫でしょう。水虫はもうちょっととりあえずほぼ完治、ね、まあまあ築のはもう完治ですなでメ,メニエルメニエルはまあ季節ごと,と,と、ねうん、まあ風物詩みたいなもんでど,ど,どこやったらええんですか いやだからもう季節の帰りにはとりあえず何にもしないっていう、家の中でずっと、あのー。こんなんあんまり言ったら <laughs> であのよくないかもしれんけど、前世、すごい悪いことしました、ね、<laughs> いや、むしろちゃおうかな。むしろ <laughs> 健康か健康の長前がええそうです確かに本当にそうやで去年は全部不調やった黒田さんいや俺病気なんもしてへんもん俺なんもしてあのこれ申し訳ございませんけどコロナもかかるってことないですし今ちょっと4年間入ってくら気ぃ付けなあかんのでもんか今までの飲酒やったら確かに健康やったけど去年は悩調子悪い時もありまよあなあちょっとまあ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 な疲れもあったな虫に刺されて虫な ああ、あの退場方針やろ。退場。結局、な、こんなこと二十代三十代の時、言えへんかった俺、誰も。結局、ご年代が五十過ぎたら。ちょこちょこ、ちょこちょこ、やっぱ車と一緒やからな、やっぱエンジン悪なったりとかな、どっか。玉切れたとかあるからな。五十二歳、三歳までの黒田さん、じゃあ、憎たらしいぐらい元気やった。んですよ <laughs> 可愛げのない男やな、思ってましたけど。やっぱ、それは人間ですから。<laughs> まああ、若干ね。やっぱり、それは疲れができたりだとか、それはあるよ。やっぱりそ、それは、じ、俺は見慣れてるからやけど、昔の部位とか。 たまに流れたら、そりゃ若さがちゃう。な<ー>っちゃうわいな。ね、声もちゃうしね。そうや声も高いよな。声も高い。やっぱり。えー、やっぱ偉いもんやわ。それがやっぱどん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 このね、言うたら音波に近いような音声になってもたし。これは年輪ですよ。重ねて、重ねて。梅山さん、も今年の目標なんで、まあね。はい。まあまあ、まだ大それたこと言うとは思いますけど。私は、ちなみに、あのやっぱ趣味をもうやっぱちょっともう一回持ちたいなと。え、えー、えー、は。 いや、えはね、やっぱりね、その。嫁さんが絵え、うま過ぎるから、なんかちょっと嫌やなっていうのがあるから、なんか一人でやれるもんじゃ。な続かんで。さ誰かと何かやる。あまいじまいにね、あの、二万のとこにね、あの、花壇作ったんですよ。で、とりあえず、まあ、前のばあちゃんが。こんな花壇作んない、たまね、言えたるわっていうから。あ、あの、い、一個だけね、一個だけ、この、何、言ったら。 こうこ、ねはい、の,の長方形の庭なんでこの、うん、字に作ったんですよ。まあちょっと、まあまあ、まあ一列ぐらいかなと思ったらこの前あの年末に行ったらもうあの全部たまねぎす。だすいませんあの皆さんにごめんなさい3月4月になったら私いやい400個できる <laughs> なんかあの作る労力、玉ねぎでもできたら嬉しいと思うけど、でもう言いにくいやん、<う>ばあちゃん、せっかくはな、こう足痛いんで、ね、でね、植えてくれたでって言クロ<ー>ちゃん植えといたでってありがとうってばって見たら、うわ、めちゃくちゃ玉ねぎの銘出てると思って、<laughs> 全え、全秘宝に玉ねぎの銘で、これ、何個できるのうん、400個と、400個か、よし配るんだと、<や>このラジオでも配らせてもらおう。え車で してた割とさ、<laughs> 安い価格で。まあ、ね、うまあそうなんですよ。そうだよね。僕の庭でできたら、売れるようなもんちゃうと思うで。ででもね、あの、たまにがどっとでも使えますからね。でもね、みんな知らんのがね、やっぱ、み、野菜は南淡路なんよね。<ー>もう野菜。 ちちちょっと味ちゃゃううね。だちゃうんだよ。僕あのやっぱ僕一番ねあの南の方というあ,のあ,のあ,のあのどちらかというと東の方なんで、うん、あの観覧車の方なんで僕の方、うん、ずっとそこからまだ一時間以上走ってあと南アガジア入るんですけど野菜は魚も知らないですけど野菜はね僕知り合いに南アガジの人ってそこの人のところに餅つき 昔の家やから餅つきすんのも楽しみやんけどもそれ以上にそこのじいちゃんが畑でと,とれたレタスとか大根とかくれんねんけど、うん、このねみんなに食べてほうれんさんほうれんそう、はい、ほうれんそう俺初めそこでもうたやつ買って、はいまあ、しまあ普通にあのお下味するやんか、ね、あれが一番おいしいやんか。うんはい、で俺 間違えて塩と砂糖を間違えたと、えー、あっれ砂糖入れてもたんちゃうかこれ茹でんのと思ったぐらい,だだいや茎のとこの甘みが、えー、もうこれみんない薄いですねすいやほんま果物みたいなねって言うのは絶対まいそんなにいや本当に糖度が高い、ね、そうやなやっぱりちゃうんやね、えー、本当にだから僕のあ<ー>まあそういうのもあるからなんかちょっと目標は家庭菜園いや菜園じゃないけど <laughs> いいいか何か一つこうそう一人でできるような こうみんなでやらなあかんじゃなくて人でできるような住民が欲しい一、ね、人ですよ。ねなんかもう一度 A も別に俺別にあ,のいあれなんよ別に下手ちゃうねんねん、はいはい、ね。もでも結局何やんてったらき性で極めようとせんやねんね<ー>もうちょっともう一段階だからこんなん字って遺伝やからな、はい、あんまりそのめちゃくちゃうまく並んでもええわぐらいの子思っててんけどもう一回やんんやってみようかなと相原,、ね、原さん字見たことないかも。 書いてる字は書かん丸あの丸文字が流行った時に丸文字が抜けようになったタイプそうそうそうそじゃあ僕はそうですけどならあれは梅間さんはどうですか目標ですか今年は生き生きと生きるどうですか無理ちゃうなんでですか生き生きと生きる材料がいるやんあのちょっとね去年あたりからちょっと加工気味でいろんな人にまあちょっとねあの ちょっと抜かされてるっていうみたいなアイエラの状況。なんか人と比べるのが好きなんじゃないですか、梅山さんは特に。この人と比べて私はこう何度か言ってるけど、それはもう俺はまあそうではないじゃん。今日僕をエレベーター乗る前ね、たまたま偶然な梅山ちゃんのと下で私らではおめでとうございますでブギウギって今 NHK 出てるから、アイエラ見てるか見てなか分かんねえけども、あの今金沢変なんよ。ちょうどちょうどこの地震のところで金沢変で金沢に訪問行ってて、まあ戦時中の話なんで、私の友 友達が出てるんですあのね、はい、NHK っていろんなシーンあるんで、うん、ほんまに。 もうセリフなしでパーッと通り過ぎる人もおるし、ちょっと看護師さんの役で、ちょっと、えー、先生とか言う、ちょっと一言あるとか、うんうん、それぐらいのレベルかなと思ったら、今、金沢編で、そのえー、福来スズ子っていう、まあ、主人公の、朱里、うん、ちゃん演じる主人公の福来スズ子が、慰問というか、まあ、言ってるんですね、慰問というか、まあ、営業やな、俺の世界でいう、うん、まあお金も、そうそうそうで、金沢で行ってて、そこの旅館の人の、えっ、ー、とー、娘さん。 義理の娘さんが、まあ、自分の旦那さんは成立、えーえーえー、しちゃった、うんで、この子供がおる、ちっちゃい女の子、うん、でその子に、あのもう言ったら、この子供だけは大事に育てたいと思ったけど、福来鈴子さんの歌を聞いて元気が出たという、うん、まあまあ、簡単純に言ったら、うん、その役が友達らしいねでもめちゃくちゃええ<う>役,役,役やねん。 元々役者さんんで友達やって言うからちょっとした役感になかあ、それはあのめちゃくちゃな梅山さそれ結構重役の役や,やでって言った時に目がちょっとねキュンってあの黒目がね <laughs> キュンってこうあの <laughs> 分かります

あのものだからあの業界に入って違うところで会った人ならこういう人も知ってるよ <laughs> っていうことの友達になりますけど<ー>大学からになると、はい、やっぱこの生きるレースのねどっちが先頭走ってるか走ってないかに、うん、多分学生の友達はなってしまうから梅山さんはやっぱそこはもう。 頑張れ頑張れとは思ってませんその子はあれでしょ大阪の関西の子でしょそうですせやのにあの金沢の言葉あんなけしゃべりやったらうまかったでちゃんと見てないんちゃう見てないのかお前は録画してみました見てないんか見てますよほんまになんですけど出てきたと思った クソ思わないでし出てきたって出てきてもうすぐ連絡してみたよってすごいいっぱいありがとうって誰ですかって違う説明の文だけで五行ぐらいかあったあの学科のあの学校に行っていた私こう呼ばれてたんでしょちゃんと分かってくれてますけどやっぱりそのレールそれこそレールが違うというかあなたは学者向上女優さん 俳優さんみたいな感じで、ね、一回ちょっとそれ裏取ってみるけど、はい、アナウンサーにも慣れてたっていう人いらどうするのその <laughs> さあ,あるよな、あるよ。おおおおおおお裏取ってみるけどよ。<laughs> ちょっと悔しい、ちょっと悔しいな <laughs> ほんまか？<laughs> お<お>はい。 ちなみに上山ちゃんはドラマとかそういうのが話来るかもしれんよ。って言ってみたいですでも今年は生き生きと生きるんでいろんなことをやってみたいなと思うまあ一応担当があるから上山ちゃんの担当は相原やから後ろラジオで一応どんな役を聞いた方がどんな役が似合うかは一応相原に聞いとた方がいいんちゃうどういうのをやっていけばいいでしょうか 役って言うたら多分二つぐらいかな。二つもあるんですか、うん、はいうん。まあそのやりたくもない仕事をやる一つ <laughs> 役ね役ねやりたくもない <laughs>、うん、役ですよね。仕事をさせられる役い。いやあんまりおらんけどなはい。もうもう一つはやっぱりあの元々お嬢さんやったけど、うん、没落している。<laughs> でも。<laughs> ないですか。で、お嬢さんでもないですけど。ぼつらこはしてないですよね。はい。でも生き生き生きるって難しいよ。難しい生き生き生きるっていう目標を掲げる人は生き生き生きれないと思いそうそうそう。座右でも痛い。生き生き生きるって人はもう肌から見ても生き生き生きてるもん。 あでもそれで言うと笑顔を絶やさないとかそういうことはないですねんでんよね。でんわざわざコメントとかで「うん、あなたはなんかなんラジオでなんかいろいろ喋ってて面白いですけど<う>実際は世間に笑われてるだけですよ」とか書かれて。うん <laughs> めっっちゃ腹立ってそんなんぐらいで落ち込んでんねやったらな俺は年末川岸衆かと、まあ、何人かと、はい、藤岡一号もそろってみんなで、ね、う,う,うちの奥さんもいんでみんなで憎く,くいんだんけど<い>もうねそんなんギシャンのアンチなんかそんなもんレベルで言うたら0.21とか2やで <laughs> 2> こんなんあるんですって俺もう泣きそうになったもん <laughs> <laughs> 時々権力者みたいなことを言われてちゃう <laughs> ひ,ひどすひどすひ,ひどいって言ったもん俺。<laughs> 岸田さんもそれ見たら、俺まだいけるって言われたほんまだよう、いや、ギちゃんよう笑ってるねみたいな感じな。もう麻痺したんかなあれを生き生きとして生るって言った方がわかるわで、ちょっとしたことで、もうな、そんなもうこれがまず生き生きの材料やんちょっと、まあ気にしないって言わもちろんそうやん、へーって笑ってて富吉さんみたいに、へーって言ってへーって笑っとっわかりました、ほ気にしないで行きますあ、それが一番いいんじゃないかそれがイコール 生きです細かいことには気にしないとあの同い年ぐらいの女の子アナウンサーが出てきて売れても気にしないってことやでそれはそうやんの人とは比べないってことでしょ人と比べるのが一番つらいや難しいですねそうなんですよねやりたいことをやってるっていうことが生き生きやもんねだって50回言うた子ども家一人っ子でしょお父さんもバリバリ仕事されてるやろはい まあそんなめこれ歌あれけどもそんなにガツ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 仕事せんでもって、まあ、俺は貧乏にやったから余計思うんやけどねそれはちゃうんかやっぱりう、まあ、そうですね、まあ、まあその友達がそのねブギュウギでその頑張ってたりするとこう触発されたりするのかな <laughs> あの子そんな若いの同い年ですあらまああの子ほんなら役老け役やったねちょっとそうですね<う>老けてるねって感じかそえー、そんな思って <laughs> そうでしょときれいやなと思って <laughs> 学生の時からそうでした <laughs> なこと

やっぱ風通しやねすぐ靴下からかんちゃうの冷え性やから冷え性やから粘りが出んねん難しいですはい、ということで来週のテーマは念頭においてささやかな目標です採用された方には番組ステッカーを一番盛り上がったメッセージをくださったお一人には現金三千円をプレゼントします来週金曜の午前中までに届くようお送りください宛先です。ファックスは0六 6809-909006-6809-9090メールはすべて小文字でおばあちゃんアットマーク mbs1179.comobachan アットマーク mbs1179.com はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオソレイケメッセンジャー今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています昨日生活したのエコノレッグとカニマツバがお送りする今週のソレイケ目線さあ行きましょうかはい、はい、まずは黒田セレクトおせちに飽きて食べるものは 女性のためのウェブメディアクフラが男女434人を対象におせちに飽きた時に食べると落ち着くものを聞いたところ5位はハンバーグ、ハンバーガー4位は鍋3位はうどん2位はラーメン カレーという結果になりましたなんかあのやっぱり田舎に行ったらね、その淡路島なんかに行ったらやっぱおじ、おばあちゃんがやっぱり一生懸命作ってくれたりだとか、手作りでしょうで今の時代って、こっちの大阪に持ってきたら、やっぱりそのおせちって、まあ、作るん大変やん、しょうがね。だって、総選とね、少、うん、人数じゃないですか、会えらんとこでも4人やし、だって3人でしょ、はい、親戚もなな集まれようになってきたりとかしたらね子供はまあまあ食べへんかったりするしそうやね。<で>ね ねえもう今スーパーで大手のスーパーになったらもう1日311日も空いてるよあもとも空いてないからやってたけどもううかというてなかったらないで、うん、いおせやっぱりちょっとおせち料理はなかったならちょっと食べたいな,なんか正月って、まあ、今ね本当にその言うたみたいに街中も明るいし僕ら子供の時の正月ってもうシーン 何にもやってなかった<ー>コンビニもなかった一番さっきで開くのがおもちゃ屋やとったもんなおもちゃや<ー>お風呂は2日からかでも今スーパーセントのも1日からずっとやってて、ね、3なでだから正月雰囲気は昔は外で味わってけど今度だ,だんだん家の中せめて中だけでもと昭和の人間を思った時にやっぱお世話おち料理りって欲しいけども作るってなったらさもう多分作れる人も少なくなってくるよね もうなんか嫁の実家がすっごい作ってたんやて、うん、でももあんま食べん、うん、お父さんのか食べへんくて3日過ぎたらそのおせんち料理の煮しめあるやん煮あるそれを揚げるんやってああ<ー>今度だから日持ちのこと考えて<の><ー>揚げるってやつ素揚げにするってことなんかその天ぷらコーンみたいなのつけておい<ー>しくないって言ってた <laughs> やっぱり味が,味が濃いってあのー、年末は年末はあのー、まあ ど綾原の岸和田もそうかもしれないけど大体漁師さんでおかず引きって言って。 あの29日に取れたやつを30日にみんなに配ねうら売、うん、ったらだめなんですよ、まあ、まあでだからぐっついアワビとかこんなんこう打ったらもう多分1個1万以上するでみたいなお正月みんなそれで食べるの食べたりとか生こう10本ぐらい持たたりとか、ね、まあまあそれで言うたら淡路島ああいうのも空いてよかったなと思うねんけどもとはいえやっぱりねおせちもこう,あこう書いてますけどねやっぱり2日の晩ぐらいになったらちょっと。うん 3日目の昼間はやっぱちょっと外食してましたね、うん、なんか濃いもん食べたくなるねでも僕らはあ<の>あのこれあの5位から1位まで書いてないけど、はい、あの僕らの時代っていうのはそれこそキャンディーズさんが今回ラあの伊藤蘭さんが「紅白」で歌ってね、はい、またさね、えー、再ブレイクされてますけども「うん、あのおせちはいいけどカレーもね,ーもね CM がねあ<ー>あのすごいこう頭に残ってて、はい、やっぱりね あれうまい作戦しあの時の CM 効果って抜群やったよね、うん、カレーやったらまあすぐ作れるしおせち料理の余りでもちょっと作れるん入れ、ねでね、あのーうん、あれやんか、あのー、カレーっていうか、あのー、お,お雑煮中に入れるね、うん、もう関西やったらあの金時人参とか余ってる時があるから、ね、ああ赤いやつああああなんなんとかも入れるしっていうのもあったんかもしれんけどんこれね僕なな何食べての 食べる飽きて食べたよりこう食べたくなるのやっぱりなんかカレーやなカレーはでも作ってたわもおせち料理はもう<ー>だっておせち料理はもうまあと届けてもらう、はい、でその「な何作っとくお母ちゃん三十一日でとりあえずカレー作っとくわ」<ー>って言ったら<ー>や、ね、いつでもね そうです、ね、子供なんか食べたいみとき食べれるからっていうとやっ毎年作ってますね。うん、<っ>俺はカレーかなと思う。お正月にカレー食べたことないです。何食べるの？<laughs> おせち料理。いや、今年は。 私人生で多分初めておせちを食べなかったお正月だったんですよその親戚の集まりもイキイキはこれからするんですけど親戚の集まりもなくなってしまってコロナからのコロナが明けたからでもよう考えたらこんなん集まるのんゃうなんですよでみんな結構点々としてるんでもういっかってなっちゃってお雑煮は食べたんですけどお正月今年とんかつ食べました揚げ物がやっぱり食べたいなと思って珍しいな本当ですか それは別にもそんな俺はもうなあい食うい <laughs> <laughs> ああっていう町から、はい、びっくりするぐらいでかい柿を送ってきてくれたんですよ。ーいいす4キか殻つきで,、はい、でこれはやっぱり柿ずっと生柿もうまいしけど焼いてもうまいけどちょっと別のもの食べたいなと思って柿ぐらいにしたんですよ。あのー ね、主婦の方にね、うん、まあ31時いろいろ料理ね、まあ、用意してますわ、うん、もう1日になって揚げ物してくれって言われまあそうですよ、ね、なかなかねこれ言えませんよお<ー>ああ,あそうももう,もうコンロもきれいにしたとこでお,一般的にお総理の鍋もあれやカレーの鍋もあって揚げ物してくれってそこまで俺はうちの奥さんを揚げ物だけはやるね <laughs> あれは何度って決まってるやろなるほど 180度で何分って決まってるやつだってあんねん,んそれ以外全くあの塩コーヒーアバウとは無理あかんやからから少々とか、うん、もうそれは好きやねん揚げ物なったらゴッと出てきょるからそれは別にええけどとんかつは自分であ,あもう食べに行きましたその KYK いやえっと KYK <laughs> も好きなんですけど、うん、あのトキさん カツキカツキさんあ、カツキさんねカツキさんと俺あんま食べにカツキさんにとんかつ食べに一人でで家族で食べに行きました家族で三人やろ三人ですあそれとちょっと悲しいな兄弟おったらまだいけそうなんですよそな、つらいなはい、もう一日はお雑煮だけなんとも異縁家族ですねうん 正月からトンカツ食べに行こうかってなかなかそういう雰囲気にな,ならないんですね。まあもうありえ若いのやめようとか。お父さんとお母さんが若いからそういうもうそんな若だんやんな。<laughs> まあ六十六十やろ。はい、ちょっとやろ。の、はい、俺とそんな変わりへんとか。はい、<laughs> バーゲン行って昼から家族でバーゲン行って、うん、家族で三人で。でその後小鼻刺激ねんなまだ。いやバーゲンはなんか一緒に行きたい,いバーゲンじゃなくてバーゲンっていう。<laughs> バーゲンじゃないんですか。バーゲン, <laughs> バーゲンじゃないの。 バーゲンっていうの？<laughs> バ,ーうのバーゲンの言い方と一緒やんか<笑><笑>バ。バーゲンとはやな。バーゲン。ゲン <laughs> アナウンサーですよ、ね。<laughs> あ、ごめんなさい。<laughs> バーゲンに言って。その時に <laughs>、はい、やっぱり買うものは各財布で買うんですか。あ、もちろんです。それはあのー、はい。 それはもう私も買ってあげようとかないでもお父さんからするとちょっとしんどいなはいめっちゃ嫌がってました俺ええわってなれへんめめちちゃ昭和から百貨店行こうって言われた俺もうええよひどいでもうちょっと勘にしてくれって言うかもしれない。座ってましたなんで父はいやそりゃそやわそりゃしんどい思うもんもう女性やなそこはそうですね女性やわお茶初買いはい初物買いああいうの何食べたかった 僕はだから、あのー、3日に焼き飯で有名なお店がある、はい、行列がある店でねであるんですよね。<ー>でその11時からのお店なんで、うん、20分前に並ぶか。 すごいね焼き飯でどうしても食べたかっ,たってで並んでたらもう並んではったんですよでカウンターの席しかないんですけど、うん、12席しかないね<ー>、まあ、焼き飯がメイン焼き飯ラーメンがいろいろあるんだけどで12席ちょうどやって俺らのとこでラッキーと思って<い>な前にあの高校生グループの子が6人で並んでたの、ねうん、6人で並んだけどちょうど12人やったら この六人の高校生の中に二人プラスされた。で、俺らの前でちょっきり十二人。うわ。後から,なら並んでる程度。な、まあだから、そ、そのグループだよね。八<ー>人組でカウンターで食うなよ。トラ それはしゃあないやそういう王将でもええやないかい,いや、でそで言ったらお前もじじじゃ、ゃ、ゃ、う、カウンターのみの店やで、しゃあないやカウンターのみの店で八、ね、人で来たってしゃべられるわけでもないのにやな <laughs> いや、その焼き飯が食べたかったやろ。ほんで、その十一時二十分、だから十時四十分から並んでやな、普通で言ったらそこで二十分並んだら食べれたのに、ちょうどその二人が来たから十二人や。ううん、ほんならもう、その一回転するまでマットかなかやんか。なんかそういう時は高校生八人おるわけろ、うん、食べる、食うの早いの子もおるやんか、これがすごいな。 何全全遅いね。だ漫才番組やっててそれ見ながら僕がっつりやね。イライラするわな。イライラするやん。こっちからね。早くやと。や。僕でも八にもきっちり食べ終わるまで出てけへんわ。普通やったらもうちょっと先出とくでってあるやん。待でも嫁さんがもうその高校生見てさ絶対こいつらモテへんわ。こんな空気読まれへん言いながら。 とりあえず四十五分待ちましたからね。ええー、めっちゃ待ってる。う外で、外で。寒かった。あれ本当すやね、あのそういう行列のところで空気をまんやつおるよね。はい、そうですね。十十二席しかないねん。いや八人は8人いや俺別に八人で<は>いや俺ええねん。ん <laughs> 俺十二人で来てもええねん。ん別にかめんけど。うん <laughs> 遅い早いのやつがお早く食べたいやつが絶対おるわけやからそれはちょっとともかそれをせえへんめっちゃうんねんこれも教育論やな教育の問題やこんなもの分かる分それは腹立つもお前俺も並ぶんあんまり並べへんけどわかるやんみたいなそうですね並とはいえなおばはんとかが4人組とかでもなもうペチャクチャペチャクチャしゃべってやなおれへんやろでも並んでることすら見えてないんかいってこやんかはい ああいうのちょっと腹立つな。焼き飯ラーメンセット食べましたけどね。美味しかったです。有名なその景園店なの？まあそこはそこにあるまあまあ結構有名なところで焼き飯がそんなにあまり聞いたことなしかった。焼き飯を食べたかったんですだから。でも45分。45分。風行く。イラっときましたけどね。もうなんか途中でなんかちょっとでもなかったら帰ったろうと思ったんです何もなかった。ちゃんと並んで。ちゃんと並んだ。はいということで以上今週のそれいけ目線でした。 それではいただいたただメッセージをご紹介しましまょう最後の最後にということでたくさんいただきましたラジオネーム「よどやばし大江橋」さんですね、はい、年末の仕事が終わり久しぶりにキャバクラに行きました、えー、女の子は最初の5分でチェンジするか決められて3回まで OK とのこと<ー>一度チェンジすると元には戻れないというルールでした一人目は22歳。 若すぎて話が合わないのでチェンジ。もう少し年齢チェンジってチェンジって言うんか。あ、言う五分ごとに離れていくんです、ね。そうなの。ね、おおってもらおうら。おってくれって。おってくれって。それ結構気使うな。ね<え>。でも,も女の子はそ,そういうシステムやから、もう逆に言うとはもうチェンジっていうことが傷つくってことはないと思いますよ。一人目は二十二歳ではい、はい、若すぎて話が合わないのでチェンジ。もう少し年齢上で とリクエストしたところ、今度は六十五歳。キャバクラじゃない。当然チェンジです。キャバクラじゃない。キャバクラって言うんですか、そんなんは。キャバクラじゃないと思います。そうでしょう、そうや。まあ、こんな勝手、年齢でね、あの女性を決めるなんか言うかもしれないけど。キャバ、キャバレーです。多分ね。で、しょ大型キャバレーだと思います。ほっせやね、で、ほんなら六十八のおさきで宴会話やからの。で、もう少し若いことをリクエストしました。最後の最後に登場したのは、よしこさん。 ええい名前やね六十四歳おおいいねえ64樋ちょうどええのはごらんのかこれ多分あの大阪にもあの三州大阪そう NGK の近くもあるじゃないですか多分そんな感じの見せちゃうな樋口三州大阪でしょ樋口そんな感じの見せるの健さんがね樋口電話番号教えてやってたらゼロ六のって言ってえ口家でんかいってな実直な方だなと実直な方やね え続いて大阪市の特命さん歯科検診のたび何ともありませんようにといつも祈るような気持ちでした気持ちかるでもこのクリスマス直前歯に違和感を感じて歯科を受診しましたあっさりこの歯は寿命ですと言われてしまいましたやや、ね、先生抜くの嫌ですと抵抗したものの嫌でも抜かなあかんと一周されました今年の最後の最後に恐れていたことが起こりました、うん、今歯医者さんんできるだけ抜かんようにって で指導していますけどね。いいね俺も正月明けてあれこれ虫歯ちゃうかってないですか。あのたまに舌に触る。ああまあ舌ってあの皆さんも結構経験あると思うけど、なんかその歯が今までとこうザラザラ感つるつる感が違ったりときって、ちっとでこわこれはちゃうかなと思ってずっと気になってって、で歯間ブラシで思いっきりカーンとったら餅がカチカチなってただけですよ。持ち<れ> <laughs> がカチカチっ。好きなんね。<laughs> この歯茎が弱ってるから間にはまるんですよね。どん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 隙間ができるただあの歯茎に隙間がなかったらあかんのあかんらしい、ね。いね、ある程度なかったらあかんのでしょ。しうん、あんまり、うん、ちょっとは隙間いるって聞きますけどさあ、はい、ラジオネームこのまま枯れて行きたくないさんですね。はい、結婚して15年、47歳のおっさんです。うん、年末紅白見て翌年来る年と嫁と見ていました。うん、なんとなく夫婦の会話で結婚して15年か、結婚後10年でエアコンも冷蔵庫も洗濯機も潰れて買い替えたけどこのテレビはもう 15年も潰れずにすごいなあというと嫁が「私がいつもテレビの裏まで掃除してるからやでそんなもん知らんかったんかいな今度からあんたが掃除したらお休み」と言って嫁は寝室に行きました最後の最後まで怖かったです明日からテレビの後ろまで掃除しますと <laughs> あの大掃除なんかすると毎年思うよね。 こんな大変な思いするんやったらなんで1週間に1回ぐらいバッとやるって思うよなう、ね、やると思ったら1個ずつやったら、はい、その話はトイレは1週間に1回ピカピカにする、はい、なリビングはリビングで1週間に1回ピカピカ、はい、な<あ>そうねトイレは僕がやから、まあ、大掃除することもないですけどね常に綺麗にしてますね<カ>常に全部 <laughs> ええね,いいね、まあ、トイレその後に家出かける時すぐ掘り込みますから、ね <laughs> <laughs> それさえしとままあまあ逆にその部分が綺麗かった場合さ、うん、違うところが汚かった時にイライラせへんのですかもう役割分担やなトイレ係は俺だって決めてるんでいやそれはええやんか、うん、自分で綺麗になるけどでもそういうのって綺麗なかったら気持ち悪いからそうですよ例えばまあなんぼキッチン男を立つなっていう世代でもお前の見た時にキッチンがこう汚かったら気にならへなんの ああそう人の家が汚、まあ、くてもそれ仕方がないかと思うので <laughs> まちょっとずつちょっとずつやな、そうです、ょっやっていこう、は東京都のラジオネーム、ニっちもさっちもチャンハンさんです、昔、運動会の時にビデオで撮ってくれていた父、昔のビデオはバッテリーが大きく重くて、長い時間撮れなかったと父が言い訳をします。背後ののリレーー時スタートで電池入れ 最初にラジオ体操なんて撮るしお弁当の時間もアホみたいに撮ってるし <laughs> 最後の最後にメインが撮れていません配分考えてほしかったですうんまあな最後かまあメカ音痴の人間は仕方がないんですよんなんか思いますけど意外と女性の方が今メカ強かったすうちは全部あの電気の配線とか置かもそう,、えー、うちもそう俺全然できへんねんあんなただボーっと横に立ってるだけですもん <laughs> お前は何ができんねんって言われるの <laughs> <ー>や,何やったらできんねんって言われるんちゃうのうつろな顔してる <laughs> お,おかしいやん <laughs> さあもう一枚ラジオで今哀愁の警備員さんですねえー、12月31日リビングお風呂トイレベランダかん、えー、換気扇自宅の大掃除完璧にやりました夕方に届いたおせち料理は昨年よりも倍の値段おいしいやつですと今年も終わりか夜ビール片手に紅白を見ながらしみじみが行く年来る年のタイミングで嫁が出してきた年越しそばが 年末特売のカップ麺でしたうもう作るのもめんどくさいねん どうせあんた酔っ払ってるから味わからんないやろ。あなあ夜十一時五十九分ま <laughs> もなく新年のカウントダウンを聞きながら夫婦喧嘩勃発。二千二十三年の最後の最後、後味の悪い大晦日でした。まあでも奥さんのこかから考えたらさ、わざわざ出汁取ってっていうわけにいかんのじゃあいません。だい丸なりましたな。<laughs> いや俺ええは別,別に出汁取ってなくてもいいけど、その生麺の今パック入ってい、はい、簡単なやつやね。別にお前どうでもなラーメンじゃなかったら別にねそのおつゆお湯に入れて、えー そうですうお前がやれよそんな <laughs> やったらええ俺作る側からするともうさ大変やねんてん働いて作ってたら大変やお何やねんそれなそれのお嫁さんはちゃんとやってんのかいやうちの嫁さんはそ,そういう部分でやってますけどなお前カップ麺ほんなら今日ごめんちょっと疲れてるからもうこれあ年越しはルちゃんの、うんうん、赤い緑,、うん、緑の狸やとこ出された時どうすんねんふてねやな <laughs> なん <laughs> やそのすぐふてねその鬱陶しいな <laughs> 何が気に入らんねんゆうたかでさそんな最後でカップ麺で締めくくる年も悪かはないけど、はい、多分考えでみっぱいね おせちも倍、その分だけで頑張りはったんでしょ、愛知の芸人さんも。んお金もその分出してさ、さあもう最後、ちょっと、ちょっとしたそばでって言う気持ちも、これどうですかおせちも作っててな、<laughs> うん、おせちも高いやつだもくかかったんでしょ、いやいや、そのな、ま、あだらいろいろせなあかんや、ね、ゆっくりしたいやん、嫁さんもってなった時に。 なんや、そば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 、やしょうもないのと。<laughs> カップ麺特大のやつで、五十八歳や。バカにしてんのか。ええやんか別にの <laughs> 俺が特大食べると思ったんか。か、はい、これ、どうする、こう、バットと、例えば。<laughs> どっち派いや私は作ってあげたいですけどその出汁まで取ってとかはないんですよパックスーパーで売ってるそそれでいいのよ別に人数分野で子供な二人おったら全員作らなかんねんぞ鍋大きいの出してきて茹でてな入れてでそのねパックは知らんけども出しててやれネギ切ってやれよそれぐらい邪魔くさないかやれよあかべめっちゃ言われてる今年は買ったの

ーーめちゃくちゃ、うん、う、ゃ、もえもえっていうの。声 <laughs>、まあ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 。どなたに三千 <laughs> 円プレゼントします<の>。はい、どれぐらい。裏、裏ね、そうい方ね。はい。で、三千円プレゼントします。たくさんのメッセージ、ありがとうございました。 えでは今日の3 0 0当選者の発表です門真市にお住まいのラジオネームももちゃんパパさん和歌山市にお住まいの小島雄一さん大阪市旭区にお住まいのラジオネームちょんまげにしてみたいさん以上の三人ですおめでとうございますおめでとうございます前回のそれ池グルメ伊藤ハム詰め合わせの当選者は思想市にお住まいのラジオネーム ベニソンさん門真市にお住まいのラジオネーム白銀が呼んでいるさん東大阪市にお住まいの門脇長典さん以上の3人ですおめでとうございますとうございます来週も番組にいただいたメールファックスおはがきべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円を、うん、また3人の方にそれけグルメをプレゼントします、はい、今週は福岡県あ明太子今年なんかあのいた,だいたやつものすごい大きかったえ<ー>お。 好きやとあるねんね。あれ,あれ食べ応えあるわ。おいしいですね、まあ、ねご必ずおところ、お名前、連絡先、電話番号明記してお送りください。プレゼントの応募には合言葉が必要です。今日の合言葉は生き生きと生きる。生き生きと生きるでお願いします。茜ちゃんの、梅山茜の、はい、あれやね。目標,目標です。<私>ちょっとな、どんよりしたら、もうちょっと注意していい。せやね。<laughs> <laughs> 目標やからな目標なんで、一応そういう、この辺とかあの、そういう、はあの、ね、梅山ゃんにちょっと来ております、ラジオネームはサンく君、兵庫県の方ね、毎週楽しみにラジオを聞いております、突然ですが、加工を外すアプリを見つけました。 加工を外すくんっていう名前らしい。<laughs> 何それ。ちょっと加工を外すくん。アプリ<れ>はい。そのままちょっとみんなでやってみたい。レベル1から3までで I A I が認識して加工を外してくれるみたいです。はい。女性や梅山さんの点滴だと思ってメールしました。これだからその加工してる写真を見つけて加工レベルが1,2,3ってわかるのがつらな。怖。

X, はい、X やインスタグラムも梅梅ちゃんがやってるやつをかもし加工とか,そのなんかしてたら、うん、これ加工はずくにしたらこう違いが分かる随分 <laughs> 違うんでしょうねええーまあ、ちょっとはしてますよそりゃそりゃそりゃそれはみんなしてるもんなんでしょうはいもうみんなしてますだってギッシャンなんかバレー用にちょっとだけ目寄せてるって言ってたもんなん目を拳一粒ぐらいゃっちゃめちゃくちゃ離れてるやんそれやったら。<laughs> なんかでもでも向川さんから光の当て方あれすやであれなぁ何もやってへんちゅうあの漫談しんどないこれが光の当て方一つでこんな映り方漫談いこと笑いかけようとしてるやあれしんどないちょっとあれはね確保してると絶対確保してるよ本番までに間に合わへんような気すんでなんて本番までに間に合えへんような気すんでこれこれか YouTube でやる YouTube でやればいいかちょっとそれはそれまで言えねんなあいいですよ 逆上したりせんといてなでも一番変わってるのがムカワさんやったらきついなパワハラとか後で言わんといてなこういうことしてなさっきにちょっと一筆書いて外された私みたいホ本当に昨年長はお世話になりまして本年もねわれわれそれい外メッセンジャー皆さんのために頑張っていきますのでどうぞ今年もよろしくお願いしますはいお相手は私メッセンジャー梅山んでしたまた来週さよなら おまけのコーナーはいさっきあのねあの本編の方で言ってましたけどもハッサンがですねこうせ魚ハッサンが、えー「加工ハズスくん」はい、アプリ取ってくれてるね、はいはい、こんなシンプルな分かりやすい名前って今までありましたか <laughs> いやいいんですよ分かりやすいよ加工ハズスくん誰のためのアプリなんですかねこれはやばい今マッチングアプリでよく聞くのがマッチングアプリでね やっぱり男も女もでも女だけじゃなくて男もやっぱりあなたの本当の顔をやっぱ見たいわねんだってよく聞かないですか見たらなんかお前もじゃんも言ってて、まはい、がっかりやったやって全然違いますもん男性も男性もすんねんすんねんしますんねんはぁ、あ、そうはいだからそれで今なんかそのねいろいろ揉め事が多いからここはこ過去外すくをも,もうバカし合いやなそ<う>過去ははがつくあごめんがつくはが、い、過去を はがすくってことで一応ね今加工といえば梅山あかねやもんねそうそうそうそでとりあえずはさんに撮ってもでな梅山さんがツイッターにあげられてる写真を一枚撮りまし加工の数々これが普通なんかこれが普通な違う違うこれ加工してますよ違います違いますこの写真を選ぶのも悪いこれはあのこれは悪い 西畑君です。これがえっ、ー、とでこれ,これ加工してるんですけど一番加工がしたわよって言ったらそれは言ったら万引きしますって。<laughs> あの一品やからええなくて5品取ったら分かんのかって言っていいこれはもう加工でしかない俺かビ,ビールをダースで盗んだ時だったですよだから、ね、<laughs> あそう。 はい、あのレベル1からレベル3が選べて、まあ、レベル3を選んでみましたレベル3とは剥がすんがさ、はい、いっぱい剥がせんねやとかより本物に近いのあなるはいはい、はい、あそんなんあんやそん,、はいえー、んな見ますよレベル3で剥がす 全然違うじゃないですかちょっと待ってこれ剥がしすぎちゃうこんな顔でしたこれさ剥がしじゃなくて別人やんこれは別人やわこれはフィギュアスケーターの小田くんですか田お前野村くんやん野村くんやんもともと野村君みたいな顔やった違います そう最近小芝さん似てるって言われるんでこの加工の仕上がりっぷりは小芝風花さんに似てないことはないわで加工を剥がした時に小田信成になってるしかもあの敗走になった時のねちょっと待ってこれはちょっとあんま言いたいんだけどありがとうございますいやいやいや最近ちょっとよく言われてありがとうございます小風と一緒仕事してたからごめん ありがとうございます全然ごめんごめんなですか俺ら知ってんねんれ俺正直言ってマッチングアプリでこの信成君が現れた時にちょっと俺やっぱ態度出てまうなあれ申し訳ないごめんお前じゃあ何織田信長と関係あるんだなんもないですえもしかして家系とかでもないですしこれは歯がこれだよごめんなさいこれ別人になってるけど別人ですもん 私、今の私の顔になってたら。そうやな、<め>そうやな。なはい。うん、もう別人ですうレ。レベルツーはどうなん。二もでき, 2> 2きもでない。徐々に、徐々に、徐々に、近づいて。これを一番剥がした。ひっぺ返したん、あの、この。剥 <laughs> がす君は。剥がしすぎた別人な <laughs> いや。これ、もしかしてあれちゃうの。

これやったら俺これやったらまだあのちょっとした加工の可愛いやつやなと思えるぐらいやわえ、でも2レベルで剥がしたとしても今の私じゃなくないですかなんか鼻の穴おっきくなってる気がするしいやまあ今やから言うけどこっち側どこを加工したんやんなら俺分からへんな加工これはあのいつもは耳 いつもはノーマルカメラで撮ってから加工するんですよ、うんはい、でもこの時は加工アプリで撮ってしまってるから勝手に加工されんのん全体的に結構ちょっとずつされててどれぐらい違ってんのかがだから俺もそんな分かれへんけどな<分>これとこれではまあちゃうわいける全然いいんじゃないですか、うん、<に>ちょっと顔の大きさとかですね多分。 顔、顔の、はちっちゃくなんの。ちっちゃくなってます。さあ、まあ、は、まあ、な、まあまあ、いがし位置でしょうか。はい。剥がし位置、あともうだいぶ。はがし位置、出る。今。お、ね。過去、剥がす君か。かこれ、三人剥がしたら、別人になる。ちろっ恐ろしいな。うーん。 ででもそれでね実際アプリとかでマッチングアプリで信じてる人だから逆やねんて、はい、加工さんの剥がしたところ乗すで <laughs> ほんで本人が来た時に「ええー、って俺もそう,う,そうやんか加工さんの剥がすくんやったらまずマッチングしないんですよほんだ一回加工さん剥がすでマッチングやってみようよほんな <laughs> それで着たいとかな <laughs> 今の梅山さん来たら「あれ全然違うえやんかいやん」 うん、そうか、<laughs> そっちが好きな人も。好きな人も、人の美的感覚なんか違うか。おなり君が好きな人も、ね。<laughs> レベル1が用意できました。<laughs> うん、あ、行きました、おのレベル1どうぞ。あー、これが一番近い。あー、どう、どう変わりました、これ。唇がね、ちょっとね、ぽってりしてる。うん。うん。右側あれでしょう、かこうはがすくんでしょ。うん、まあ、あの、あの、言うたら。 顔がよりはっきりしてるのが加工してる方ででぐらいのレベルそうですねでも3でいっとこうかな。やい写真も俺はこの3でいっとこういやもう別人じゃないですかこれあのこれなあやら藤岡1号のあのあれあったやんかおいらの持ってきたプロフィールのあれを剥がしてほしいねんい今のなんかその X 乗ってる藤岡1号はまあ多分 ままね、今あんまり俺らに言われすぎて <laughs> 確かにな、うん、これ本当言うみたいにハガス君んさんはもしかしたら俺らが見たこともない化粧をしてない時の梅村ちゃんかもしれなん、うんえー、だってだいぶ変わるよもう化粧で化粧、はい、でこれがもうムカワさんレベルになったらもうとんでもないことになるかもしれないこれほんとしゃあないな次ムカワさん来るんかまあなんかむかさんまああのお,おまけのコーナーとりあえず最後これはやってみる <laughs> それぞれちょっとやってみな,なこれ分かれへんからさやっぱりこの加工はあが暴いてほしいですねうん、うん、まあそれでこんなあの加工さんを見せても、はい、生き生きと生きるんでしょう生き生きと生きますはい、ね、この加工さんの顔でもちょっと悲しそうな顔してますけどさちさそうな確かに物悲しい顔だけどな、ね、<laughs> ああそうなんか無理やり笑ってる感じはするけどーいやーすごいね FBI みたいな,なんかあれやねアプリができましたから <laughs> 楽しかった、えー、ありがとうございます